おはようございます。ということで、7日目ですね。やっていこうかなと思います。いやー、もう、とりあえず、今日やることは、そうだー、ひかりちゃんについてこいって言われたから、朝シーソー行かないといけないんだよね。シーソーだったよね、確か。いや、ちょっと、何かとは言わないけど、はい、頑張りましょう。いただきまーす。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でした。とか100円玉の件、いつになったら報告されるんだろう。まあいいか。とりあえずルートとしては、夕方に、姉妹が、いるから、そうだね。ここに帰ってこないといけないから、夕方はちょっともう覚えておこう。もう勝ち負け判決しちゃっていいですか？え？できんの？え、じゃあしちゃう。では、結果発表！発表！ 7、4。いやー！よし。じゃーん！白い蝶が多かったから、私の勝ち。負けちゃった。はい、じゃあご褒美の宝物をあげるね。やったぜ。チョコからもらったビーズを手に入れた。2-1になった。多分黄色じゃなくて紫だったら勝てたよね。いや、紫は絶対負けてる。黒の方が勝ってたね。ワンちゃん。次の宿題は9日くらいに出すよね。9日、あさってね。はーい。きっとだよ。わかりました。蝶の色で対決するなんて、過去たちっておしゃれよね。というわけで、次の宿題は9日くらいに出すからね。集合場所は海の家の隣だよ。お忘れなく。いいなぁ。というかさ、すっげえ思うんだけどさ、ずーっとこの子たち水着だよね。ある意味すごいよな、服着ないっていう、その、まあ俺も服着てないから何も言えないんだけど、なんか水着でずっと見てるの、なんか慣れてきてるわ。投げ釣り、あれ？同じこと言い始めてるぞ、こいつ。大物が狙えるぜ。朝とか夜とかにな。いや、もうボットだー。おじちゃんもボットになったよー。もうここはボットしかいねー。こちら。あれ？あれ？どうせノコギリ。ノコギリだな。58？ え、これはでかいわ。これはちょっと、確保。確保です。で、あれ？ちょっと待って、ちょっと待って。つぼみ咲いてきてない？え、咲いてるくない？え、まだ咲いてないかな？あ、まだ咲いてはないわ。あともうちょっとだ。明日ぐらいに行ける系な気がするな、これは。で、ちょっと待って、ここに来た。ここに来た。で、ここに来て、光の、そうそう、忘れてた。今すっげえ俺、ヨウくんのところ行こうとしてた。あぶねえ。ガチで怒られる奴ら。マジで光放置したら、あと何されるか、わかんねえか、たまったもんじゃねえ。とりあえず、いるかな。ローリングが思った以上に長い。あ、いた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 。あそこに猫いる。かわいい。たまにローリングが鬼ほど長いんだよな。あれ？ちゃんと来てくれたんだ。来たよ。まあ一応約束は約束だからね。そう。一応ね。それじゃあなんだかあんまり嬉しくないみたいだね。いや、そんなことないっす。そんなことないっす。じゃあまずはこの公園の上の方、光ん家の前で集合ね。先に行ってるよ。光んちのところね。オッケーオッケー。その前に、セーブじゃなくて、絵日記と。いや、けどどこなんだろう。俺が思ってる場所と一緒だったら、俺すげえ悲しい気持ちになるわ。あ、蝶対決が終わったよ。ちょっと頑張って捕まえた。いいね。そのダジャレ大好き。光と一緒に遊んでいる。次は光の家に集合だ。
嬉しいのか嬉しくないのか自分でも分かんない。よし、このなんかもしかしたらワンチャン恋心が生まれるかもしれないっていう、その小学生のピュアな気持ちを歌にしてみました。ポエマーだね。あ、来た来た。じゃあちょっと紹介するね。はい。剣棒。ワンワン。これはね、うちの大事な剣棒なの。別に泥棒さんを追っ払ったり宝物を見つけてくれたりしないんだけど、光の大事なお友達なんだ。ほう。え、光ちゃんは犬と猫どっちが好きなの？え、両方よ。じゃあ嫌いなのは？意地悪な男の子かな。さてと、次はこの上の診療所の前に集合よ。じゃあね、バヨヨーン。バヨヨーン。バヨヨーンってどういう意味なんだろう。ケンボお前賢いな。帰るんだな一回。ワンワンと。いやーいいね。とりあえずじゃあこのまま上で。はいはい、ご苦労様。はい。この診療所はね、うちのおじいちゃんが今までのお医者さんの中で一番長く勤めてるんだって。へえ。そうなんだ。ここの中を通っていくと桜川へ出る近道になるんだ。じゃあ抜き足差し足忍び足でとっとっとっと通り抜けるからね。中に入って廊下の突き当たりを右に曲がると裏に出れるんだ。ちゃんとついてくるんだよ。うん、分かったよ光ちゃん。もう全部知ってるからなんかすごい心が無になってるね。やばい、光ちゃんにめっちゃ冷たくなってる自分がいる。危ない危ない。とその前に、ねえおじいちゃん、学校の保健室に。うわー、同じこと言っちゃってるぜ。ちょっと待って、先こっちも聞こう。お姉さん、明日の日曜日デートなんだよ。デート？誰と？誰と？秘密。ああ、教えてくれない。何とデートなの？秘密です。いいなー。え、昼？昼でしょ？昼デートするんでしょ？探す。あ、けどデートだからここにいねえか。しかも日曜って多分診療所ないしな。剣棒紹介してもらったよ。犬だけど、大事なお友達。うん、こちらな。で、こっちが？相手は秘密なんだって。僕も将来誰かとデートするのかな。こっちから。マセガキにしよう。よしよしよし。いいよいいよ。いつも通り。やってあげるよ。10円のためにな。ありがとう。よし、10円。10円を奪っていく。でさ、ここってさ、誰かいるのかな？なんかいないんだよね、結局。なんだろうね。なんかいつかなんか行ったら、というか誰かが怪我して、あそこに入る時とかが来るのかもしんないな、もしかしたら。けど怪我するのはバイオレンスだから嫌だな。はい。あれ？川に落ちないで渡ってこれたんだ。もちろん。そりゃこれくらいなら。ねえねえ、よくたけし兄ちゃんたちがこの木を蹴飛ばしてクワガタを取ってるよ。知ってるぜ。そうなんだ。ねえ、光はクワガタ取らないの？うん、悪いけど私はあんまり興味ないんだ。だって虫ってすぐに死んじゃうし、死んだらかわいそうでしょ。うん、そうだね。なるほどな。じゃあ先に行ってるからね。バイバイ。ひかりちゃんがいい子や。まあっていうのもあるけど、余裕考えてさ、あれだよね、その女の子が虫捕り大好きですっていうのもそれはそれで珍しいもんね。あれ、クワガタか。クワガタはもう50捕まえちゃってるからいらないんだよねって言おうとしたら間違えて取っちゃった。で？ねえねえ、ここ不思議な洞窟なのよね。昔の人が作ったものなんだろうけど、一体どこに繋がってるんだろう。誰も知らないの？うん、そうなんだ。なんだか洞窟の奥の方から風が吹いてくることがあるし。へえ、それは不思議だね。開けようぜ。ぶっ壊して入ろうぜ。さあ、到着到着。ここが秘密の砂浜なんだ。すっごいでしょ。なんだ、
秘密の砂浜ってここのことなのか。え、なんか言った？いや、なんでも。なんでもありません。はい。ねえ、大丈夫です。なんでここが秘密の砂浜なの？え、それはね、光、最近までここのこと知らなかったんだ。だから秘密の砂浜。なるほどな。なんだそれ。あとね、うん、港の外で泳いでると陸に上がれる場所がここくらいしかないのよ。へえ、そうなんだ。あれ、誰だろう。ね、誰か来たよ。誰が来た？あ、サイモンだ。あ、サイモンだ。写真撮るよ。いつもよりいい顔してね。はい。はい、チーズ。写真楽しみにしててね。うん、ありがとう、サイモン。サイモンありがとう。イベントの時に毎回毎回現れるサイモン怖いな、いよいよ考えたら。じゃあ光もそろそろ帰ろうかな。あ、帰るのね。はい。あんまり遅くなるとおじいちゃん心配するし。え、ここってそんなに遠いところなの？まあね、でも男の子なら泳いで帰った方が早いのかな。だってほら、すぐそこに防波堤が見えるでしょ。あ、ほんとだ。じゃあね、楽しかったよ。バイバイ。うん、ありがとう。じゃあね。じゃあね。そっか、距離的なことで言うと、もしこっち側に来た時は泳いだ方が早い。そっか、泳いだ方が早い時が普通にあるのか。そう考えたらある程度考えて移動するの大事だな。光と一緒に秘密にある、え、秘密の海に行ったよ。こっちかな。じゃあどうしよっかな。飛び込んで奥まで行くか。そうだね。また海の方に行ってみましょう。外界の方に。まあ、って言っても今として特にがっつりやることはなさそうだからな。まあ、程よく海を堪能してって感じかな。てか海のシーンようよう考えたら全然やってないから、ちょっと喋りながらやるっていうのもありだね。まあ海のシーン割と俺ずっと無言で操作してたりするからな。ある意味ここが休憩時間だったりするっていうのはあったりする。ただここさ、すごい思うのがあれなんだよね。ここに鍵が、え、なんかいる。また会ったね。こんにちは。うん、こんにちは。僕が調べてるのはこの沈没センサー。はあ。調べてどうするの？宝物を見つける。はあ。いや、怖いだろう。え？この船はかなり大きいから。はあ。本当に何かあるかもしれないよ。まずじゃあここの鍵かなんか見つけないといけないんだろうな。いやけど、ちょっと待って、普通に怖くない？言ってること普通にわかるの。ブルブルブルって言ってるのに。ある意味すごいなこの人。名前なんだったっけな。まあけどマジでここさ深いからさ割と怖いんだよね。で酸素量も結構ちょっと待って減ってってるから、そのこと考えたら割とちょっと怖い、怖め。で、下に行けば行くほどなんか、水圧の影響で死にかけるんだよな。水圧の影響で死にかけるってワードやばいけど。2手で、はいはいはい。ここと、ここやったら多分左が、だよね。残り1手です。で、こっちって。はい。あ、開けたら酸素回復した。ほう。いや。いや、そんなことないでしょ。あ、酸素回復したな。何が入ってるんだ？真珠が入ってんのかな？これ普通に取るの怖くない？ちょっと、取れない。あ、ジェットサイダーの丘を入手した。いいね。どうやら今は動かないようだ。いや、怖いわ。そんな簡単にバシバシ動かれたら、それはそれで困るからやめてほしいわ。下から辺って、いや、あるなぁ、まだ。まだあるんだよなぁ。けど、割と王冠ゲットしたから、
行けるようにはなってんな。頑張るか。頑張ろう。どこだ？そこか。2点以内に全部開けてください。はい。ここと、てか、ここ開けたら酸素回復するんだったら、割といけるね。で、残り行って、で、ここちゃんとくるって操作方法、そう、回転させてからだね。で、開ける。よし。これで全部開いた。ここで閉じるのって怖いよな。こいつら、意識して、あれ、普通に、貝殻開いたり開けたりしてるから、ある意味、スタンド攻撃なのかもしれない。よし、ということで、ゲット。まだありそうだよな。てか、とりあえず王冠2、30個あったら、割かし、いける？はいはいはい。3点以内に全部開けてください。こっち、これ多分ここを閉める。残り2点。これまずいぞ。まずい！やっちゃった！また、一回変えればよかった。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。またキミノさん助けてくれるかな。はっ。ほら、あんまり大げねえのに無理すんな。僕くん大丈夫？おばちゃん心配しちゃったじゃない。ごめんなさい。絵日記書けるようになってるんだけどあー、やっちゃったな。いけるって思ったな。今傲慢だったな。海の中で君のさんと会ったよ。沈没船を調べてた。こんな感じかな。ああ、で、貝がね。貝のパズルをやっつけた。やっと終わった。ご苦労様でした。神秘な力が働いて、貝のパズルが完成だ。こっちがいいな。海の中でおば、ダメだこりゃって、本当にそう思ったよ。俺も思ったもん。ダメだこりゃ。割と、ダメだこりゃっていう、なんか、言い方好きだわ。じゃあ、どうしよっかな。いるかね。お、いるわ。ヨシカさん。バンダナやってないわ。あれ？こんにちは。レディの部屋にノックもしないで入ってくるわけ？うん。だって子供だもん。子供だもん。そうかいそうかい。ねえ、女子大生はいつまでここにいるの？それが分かれば楽な仕事なんだけどね。仕事？仕事で来てるの？仕事？ねえ、私の名前覚えた？吉川お姉ちゃん。そう、大正解。大正解。ねえ。ああ、いけど、やっぱそうなんだよな。大正解か。俺は未だにちょっと覚えてないからあれだけどね。今メモ帳リスト作ってさ、その、名前のやつ覚えようとしてるからね。名前合ってるかわからないから。ずいぶん元気な女の子が聞いたね。ね。女子大生のこと？あれ？彼女、学生じゃないって聞いたけど。はい、お元気？ミスター・ライヒ。あれ？小学生もここにいたんだ。元気だね。ねえ、サイモン。タバコくんない？切らしちゃってさ。いいよ。そこにカバンがあるでしょ。そこから勝手に持っててね。はい。じゃ、遠慮しませんよ。ありがとう。いずれちゃんとお礼するからね。うん、楽しみにしてるよ。あばよ、小学生。さよなら、変なお姉さん。変なお姉さん。それは許されるんだ。彼女にはちょっとミステリアスなところがあるね。ミステリアス？不思議ってことだよ。確かに不思議だな。不思議な人ってどういうこと？そこが深くて見えないってことかな。あー、確かに何のために来てるかわかんないからな。
仕事のためにわざわざここまで来たってことだから、え、もしかして本当にお宝探しに来てる？キミロさんもお宝探してたから本当にあるのかもしれない。お化粧するときに塗ってるの、あれも添加粉なの？ああ、あれファンデみたいなファンデーション、ね、秘密の粉だよ。秘密の粉か、じゃあわかんねえな。え、なんだったっけパウダーのやつ。俺今頭の中でずっとコンディショナーってやつが出てるんだけどさ、コンディショナーって髪の毛のやつだから違うんだよね。え、なんだったっけ。お、え、ファンデーションで合ってたはずだけど、いやダメだ、やっぱ最近なんか何かを考えてはいるんだけどその名前が出てこないんだよね。もう年かな。砂糖水塗ろう。砂糖水塗ろうった。コクワか、コクワだね。けどコクワ40以上来ないと大きくないからな。33。いや、おら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 、落ちてこいや。全然落ちてこないわ。虫相撲するか。虫相撲ですね。では今日もレベリングに励みましょう。あ、あれ勝っちゃった。負けたか。終わりやな。早かったな今日。今日の俺たちも元のところへ。あれだだわ、あれ滑舌、虫相撲は特に進展も何もなく終わりましたね。はい、レベリングしたかったけどレベリングがあんまりできませんでしたね。ねえ、ロケット見つかった？ダメダメ、多分もっと山の方に落ちたんだろうな。もっと山の方に落ちた。落ちたロケットを見つけてその部品を再利用しようと思ってるんだけど、なんだかうまく見つかってくれないんだよね。1個は見つけたけどね。もうパーツ1個分は見つけてるから、あと2つ分集めれば多分どうにかなるはず。よし、じゃあとりあえず、けどもうこれで終わりなんだよな、やることって言ったら。ここのさ、奥が行けそうだなっていうぐらいで、というか2箇所ぐらいまだ行けそうな場所はあったりするんだけど、それ以外が行ける場所ないからね。あ、いつも通りやってこう。お、大吉だ。にっこりと。なんか何もない時に限って大吉出るとちょっと悲しいよな。特にやることないもんな、今。どうしよう。2時か。絵日記書いて。とりあえず絵日記書いて、かな。女子大生は不思議だね。サイモンはミステリアスって言ってたよ。よし。おばちゃんも話した。しげさんも話した。どうしよう。マジでやることなくなった、また。まただ。とりあえず、じゃあ、降りて。今、どれぐらいなんだ？ジェットサイダー。5213574。まだまだあるのか。ていうか、公園のさ、やつが一切ないんだよね。公園のやつ一切ないの、なんでなんだろう。後々にまた出てきたりするのかな。あ、猫が飯食ってる。かわいい。やっぱかわいい。じゃあ、乗って、上行くか。なんかフラグ立たねえかな。全員と話し終わっちゃったんだもんな。ああ、ひかりちゃんいるけど、いや。あ、そうだ。そう考えたら思い出したわ。まだ、あれだわ。
安子お姉ちゃんと話してないわ。安子お姉ちゃん、とりあえずお話をしませんか。また本読んでる。僕、ようお兄ちゃんに会ったんだ。え？会ったんだ。ようお兄ちゃん、ロケットに夢中って感じだったよ。だったよ。そうなんだ。だったよ。え？あ、俺丸ボタン押して普通に話聞こうって思ったら降りちゃった。そういえばあの子ってちっちゃい時から機械いじりが大好きだったもんな。機械いじり大好きだったのか。けどなんかこの二人の関係性マジでどうにかしたいんだよな。くっつけさせたいんだよな。無理やり無理やり無理やりってワードも変だけど、そのこと考えたら、そうだな、頑張って恋のキューピッドになるか。無理やりで、ああ違う違う違う、俺これ乗りたい。よし、けどひかりちゃんちょっと話すか。ひか、ちょっこっから降りれるのかな。降りれるちょっと やっぱりこの自転車操作性そこまで良くねえわ。よろしくない。さっきはご苦労様。なかなか楽しかったよ。あんたってさ、何？はい。いや、なんでもない。なんでもないのか。何言いたかったんだろうね。じゃあちょっとここは占いを聞こう。お墓、やった。夕方の診療所、夕方か。夜の公園。今、夜ね。ってことは夕が、あ、ちょっと、ごめんごめん。家にしといて。OK？ ありがとう。夕方でしょ？まだ時間が足りない。夕方の診療所と、夜の公園、夜の今。夜か。じゃあ本当になんか、無駄な。ちょっとマンネリかなね。昨日のこと考えたら、昨日から結構昼がある意味マンネリ化してるから、そこだよな。まあ、尺的な意味ではカットするところがいっぱいあったりするから、それはそれで楽だったりするんだけどね。とりあえず診療所近くくるくる回るか。あー、こっちは特にないな。こっち行ったらこっち行ったら超遠くなるからな。診療所近くでなんか漁りたい気持ちはあるけど。なんかないのかな、こういうところ。てか街中でさ、全然俺、丸ボタン連打してなかったから、ワンチャン、ここ連打してるだけであれなんだよな。バッチ手に入る可能性結構高いんだよな。ここら辺なんかあるでしょ絶対。僕はちょっとだけ落書きして。ここ落書きできんの？あ、お化けか。なるほどな。確かにお化けの発想はなかったわ。六六首とあれか、傘か。いまだに、あ？なんでいいの？本当かな。嘘じゃないってば。海の波の音がこの岩の中から聞こえたんだよ。またまた、本当かよ。ほう、なるほど。あ、ってこと、え、ちょっと待って、それしげるが言い張ってるんだけどさ、この前の嵐の日、
この岩の中から海の音が聞こえたんだって。なるほど。ってことはここあれか、貫通したらショートカットになるじゃん。それはマジで嬉しいな。ショートカットの場所を発見しました。ダメだ、今ゲップ出た、すいません。ショートカットの場所を発見したってやつだね。あ、夕方になった。じゃあまだ探してるなこいつ。同じ場所そんなところ探してもないよ。多分違う場所探し始めた方が多分いいと思う。できたら墓場はもう行かないでいいんじゃないかな。夕方なんかギターの音しない？音的に下か？いや下だわ。こっちだ。おお。聞こえる聞こえる。聞こえが良くなってる。こっちか。なんか地味に立体音響ではないんだけど、音の小ささでなんか距離が分かれば地味に。ねえお姉ちゃん、そのギター誰に習ったの？え？これは私が高校生の時に知り合いっちゅうかなんちゅうか男の人から習ったんだよ。へえ。なんでずっと同じ曲ばかり弾いてるの？あれ、そうかな。でもなんだか悲しい曲だね。うん、そうだね。私にギターを教えてくれた人はそれほどたくさんレパートリーを持ってるわけじゃなかったの。デパート？自在に弾ける曲ってこと。だから私も得意な曲は数えるほどしかないんだ。なるほどな。ねえ、その悲しい曲はどこの国の曲なの？アルハンブラの思い出のことかな。だったら多分スペインの曲だと思うよ。スペインの曲なんだ。アルハンブラの思い出、かっこいいな。めちゃくちゃミスそうになってる。まずい、まずいです。くしゃみは良くないです。で、ちょっと待って、夕方の診療所に行きたいってことは、診療所に行くには上、つまりこっち。つまりこっちで朝顔は、え、あれは朝顔やったっけ？え、覚えてねえ。覚えてねえから一応やろう。本来だとこういう感じでやったらいけないんだけどね。こっちか。遠いなぁ。遠いなぁ。思った以上にやっぱ遠いなぁ、診療所。くるって回ろうって思うと本当になんか時間かかるね。夕方だからまだ違う。よし、ここだな。ハロー。夕方でしょ？こっち？いや、いないなあ。え、履いてる。え、病室にはいつの間にか、多分私が知らないうちに入院したのであろう一人の少女がいた。誰？私が彼女の名前を聞くと。教えないよ。え、なんで？君が驚くから。驚くから教えないの？ねえ、お姉ちゃんは何の病気なの？胸、心臓なの。でも最後までよくわからなかったんだ。ねえ、僕またここに来てもいいかな？うん、いいよ。でも、え？何？いや、なんでもないの。この子誰だ？ねえ、君は悲しいこと平気かな？え？どういうこと？いや、やっぱりなんでもない。
確かになんか、この人誰？こんな人いたっけな。マジか。なんか、急になんか、全くもって知らない人が来たからビビったわ。ギターね。ギター弾いてたよと。不思議な人に出会ったんだ。名前は何て言うの？空気みたいなお姉ちゃん。空気みたいなお姉ちゃん。怖いな。けど、この後また、何らかしら影響あるのかな？いや、ただ、人が増えてくれたってだけでちょっと嬉しいな。話しかけに行こうっていう気持ちが生まれるから。ありがてえ。で、まあ、もうそろそろ夕方だから。あ、そうだそうだそうだ。あれだ、公園のところ行ってみよう。もしかしたらいるかもしれない、また。名前が出てこなくなりました。なぎささん。なぎささんがいる可能性あるから、とりあえず行きたいな。いなかったら、とりあえず下側の船場行くっていうのもありそうだな。いないな。いるかな？ここ。いた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 。やっぱいるね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ねえ、何してるの？今日も船が出るまで、ここで時間を潰しているのよ。なんで倒れた？なんで君は倒れたんだい？時間を潰す？そんなことが今の科学力でできるか？時間を潰す。もしかしたら、トンチンカン？まあ、そらそうだろうな。時間って潰すことができるの？とか言い始めたら、確かお前大丈夫かってなるからな。僕くんの歳で時間を潰すって言葉わかんないのかな。わかる気がするけどな。どうなんだろう。はいはいはい。ねえお兄ちゃん。なんだい？診療所の看護婦さん、誰かとデートらしいよ。え？急になんかビビったじゃん。どうしたの？狙ってた？もしかして。悲しいな。お。こんなとこにいたのかい。もう飯の時間だ。帰るぜ。なんかレパートリーが変わってる。飯だぜ。じゃなくなってる。マジか。お楽しみください。今日はね、母ちゃんとっても嬉しいんだ。どうしたの？たけし疑ったりしてごめんね。僕くんがここの真下で100円玉拾ったんだって。母ちゃんに届けてくれたの。そうなんだ。へえ、よく猫ばばしなかったな。うん、まあね。まあね。でもたけし、おめえが盗んだんじゃなかったんだな。さすがうちの子供、悪いことだけはしねえや。ほんと、安心したわ。いや、実はさ、春に遠足のバス代が学校の計算違いで少し戻ってきたんだけど、俺それを猫ばばしちゃってるんだ。くしゃー、お前やっぱり悪いことしてたんだ。まあまあ、こうやって白状したんだ。おじの情緒不安定感おもろいな。母ちゃんそれ知ってたんだ。なんで？あんた押し入れに隠したでしょう。じゃあ今あの茶布団は回収させていただきました。なんだよ、人が正直に白状したのに。ダメでしたってやつだったな。返せよ。やだね。まあ本来はいただきます。返せよって言える立場じゃないと思うけどね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でした。よし。じゃあでは活動しましょう。まず一つ目。こっちじゃないです。すいません。こっちじゃなくて、まず、ここを全部漁る。ここの場所を全部漁ることによって何が起きるかというと、まず世界が広がる。こっちだ。まずは、すみれちゃん。小説が進んだらしいから、小説の話を聞く。あ、そういえば、小説が思いっきりぐーっと。あ、また進んだんだ。
試しにこっそり読んでみて。はーい。何が進んだんだろう。とりあえず、まあ一個だけ読むっていう形で、名前をつけた気になる女の子、名前をつけて考えた。名前をつけて考えた。パンダの黒と白くんがまだ子供だった頃、家の前にある大きな木の名前を知りたくなりました。おじいちゃんに聞いてみたら、あれは欅だよと教えてくれましたが、欅ね。でも黒と白くんにはそれがとても甘い別なものの名前に聞こえてしまいました。木にもケーキがあるのなら、多分ビスケットだってソフトクリームだってあるはずだ。それから彼のいろんなものに名前をつける遊びが始まってしまいます。壊れた三輪車は赤ピーマン、隣の家の庭のベンチはチーズピザ先生だ。その夜彼がつけたたくさんの名前を一つ残らずお父さんに報告すると、お父さんはじっと彼の目を見つめて静かにこう言いました。じゃあ君の名前は何と言いますか。僕の名前は黒と白。ほらね、見た目と名前が同じだろう。それはとってもとっても幸せなことなんだよ。そこにお母さんもやってきて言いました。黒と白、あなたの名前にはお父さんとお母さんの愛情がたっぷり詰まっているのよ。この日の晩ご飯、黒と白くんはいつもよりもたくさんの笹の葉を食べました。それはとってもとっても幸せな気持ちだったからです。なるほどな。まあ何でもかんでも名前つけるなっていうことですね、きっと。合ってるかはわからない、ただ俺はそう思えた。いやけど実際のところそうだよな。なんか合ってないのに、なんかこれはカツオだみたいな、カツオじゃないのにマグロとか言い出したらもう世界変わるもんな。おい、お前今日光とどこまで行ったんだよ。砂浜のあるところだけど。あれ、なんでそんなこと気にするの。なんで気にするの。なんか怒ってない。あら、あら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 、まあまあ、なるほど、そっち系だったか。こっちか、なるほどな。マダイのあんかけ、あんかけと麻婆、中華スープ、全部中華、いいね。なるほどな。あ、しげるの方が好きなんだ、光のこと。あ、けど学生としてはそうだな、近いもんな。ありがとう、お出汁あげるね。ありがとう、おばちゃん。なんかここにいるってことは多分あれだな、たけしは上じゃないな、多分向こうのまた海辺の方にいそうだな。あれ、ねえ、ここの民宿、お姉さんが来る前に誰か怪しい人が泊まっていかなかった？え？今のところお姉ちゃんが一番怪しい。確かに。ブツよ、やめて。ブツよ、やめて。まあ一番怪しいのは確かにお姉ちゃんだわ。もしくはサイモンだね。サイモンがいね。何？サイモンがいない？あ、お風呂。あ、お風呂だ。じゃあお風呂入って普通に向こう側かな。そうだね。こんばんは。こんばんは。湯船の中まで虫の声がするね。そうだね。これ風流って言うんだよ。風流じゃな。うわ、しまった。ちょっともったいないことしたね。上から出ればお得だったのに。やっちゃったな。1、2、2ぐらいプラスになってる気がする。よし、OK。じゃあこのままここに多分いるはず。あ、奥だ、もうちょっと奥かにいると思うか。いない。え、公園か。じゃあ普通にこっからはいけないのか。なんか前行けた気がするけど気のせいか。誰がいるんだ公園に。夜の公園なんかに。夜の公園だぜ。
お化けとかいたらやだな。うわ、怖いわ。いない。誰がいるんだ？いなくね？あ、いた。びっくりした。ぼくくん、こんばんは。こんばんは、お姉ちゃん。こんばんは。ねえ、なんで一人で夜中にブランコなんかに乗ってるの？あのね、昔よくお父さんとこの公園に来て二人で星を見てたんだ。うちのお父さん筋金入りの天体マニアだったから。へえ、そうなんだ。うん、こうしてブランコに乗ってるとなんだかあの頃のことを思い出すな。なるほどな。あれ、お姉ちゃんちって天文台みたいな形してるけど、あれ今まで気がつかなかったの？お父さんたら家族の反対を押し切って我が家をやや本格的な天文台に改造しようと企んでたの。なるへそ。確かものすごく高価な望遠鏡まで買う予定を立ててたのよ。あれ、そういえばあのお金って一体どこから工面するつもりだったんだろう。お金の話になるのか。僕よくないよ。急に自転車に乗り出すのはよくないよ。どういうこと？いや、ちょっと気になっただけなんだけど。お金のことか。お金が関係してるのか。なんでなんだろうな。いや、わからんから、俺は何も言わん。お金のことは気になるからね。ああ、いるわ。まずこっちでいいかな。ねえ、そういえば入院しているお姉ちゃんが。何のことじゃ。診療所の病室にいるお姉ちゃんのことだよ。はて、あそこは長らく昼寝以外では使われていないはずじゃが。つまり、あれ夢だったのかな。いないの？ふわふわしてるって僕くんが日記に書いてたけど、ワンチャン幽霊説あるのか。とても楽しかったね。はあ、なんだか疲れて眠くなってきちゃった。寝ないで、ね、寝る前に占って。ありがとう。占い大事。二つある。奥沢？お風呂の場の、俺がもう一回言ってほしい。どこって？診療所の中を通り抜けていくか、お風呂場の裏側を通っていくんだからね。わかった。奥沢になんかあんのか。何かあるっぽいね。秘密基地。はあ、秘密基地は特にだな。防波堤の先っちょ。おお、あんまわかんないな。昼間の海岸。もう海辺に行きゃいいってことなのか。海辺と、また占ってほしくなったら声をかけてね。なるほどな。海辺と違うところにとりあえず行けばいいってことか。時間的に、これいい感じだね。話してだから普通に終わるか。今日は終わりましょう。いやけど今日もなんかちょっとやっぱ夜が濃いんだよな。たけしはなんだか面白い。隠した封筒はおばちゃんが回収したよと。ブランコのところで安子姉ちゃんに会ったよ。不思議な話を聞いた。これかな。よし、ということで電気消しておやすみなさいです。いやー、けど今日も良かったね。いい感じに。明日も奥沢に行ける可能性があるからちょっと楽しみだね。ということでお疲れ様でした。おやすみなさい。